国母駅は山梨県中駒郡昭和町最上にある東海旅客鉄道みの線の駅である。リニアモーターカー方式の中央新幹線の駅候補地の一つとして、当駅周辺から同じみのぶ線の市川大門駅周辺までの間が挙げられていた。島式ホーム一面二線を有する地上駅。乗り場は駅舎側から一番線、二番線で一番線に 甲府方面の列車が2番線に富士方面の列車が発着する。この他に駅の海住吉方から側線が1本分岐している。ホームの常、長江の橋はスロープになっており、ここから遮断機と警報機のついた校内踏切が北側の駅舎へ伸びている。駅は昭和町と甲府市の境にあり、ホームの大部分は甲府市に入っているが、駅舎がギリギリで、 昭和町に入っているので、所在地は昭和町となっている。駅舎はコンクリート作りで簡易なもの。内部には待合所のほか小さな窓口があるが無人駅なので、シャッターが降りたままになっている。また、自動券売機などの設置はないためこの駅で切符を購入することはできないが、毎年8月7日に市川三里町で新名の花火大会が開催される。 時に限ってこの窓口で乗車券を購入することができる。この駅舎は1999年8月にできた2代目で、この駅舎を建設する前は開業当初からの木造駅舎を有していた。南甲府駅管理。1日平均乗車人員は以下の通りとなっている。上記の通りこの駅は昭和町と甲府市の境にある。駅名となった国母の地名も甲府市のものである。 1970年代に駅の近くに国母工業団地が形成された。周囲は甲府市南港の住宅地であるが、駅の南500メートルほどのところには工場が多数存在している。駅前には国母観光自動車のタクシー乗り場があり、タクシーが客を待っていることもある。駅前のロータリーにバスを止めるスペースがないことと同が、手狭のため路線バスは入ってこない。 しかし、駅前の道から少し進むと二つ信号があるが、二つ目の信号の周辺にバス停がある。ありがとうございます。